頑張ってね、実況やったんだけど。はい、どうも、こんにちは、ムメイです。今日楽しくね、スマブラスペシャルやっていくわけなんですが、ちょっとね、今回はね、みんなにね、俺の悩みをね、打ち明けようかなと思います。小さな悩みなんだけど、前からね、気になってたことがあった。俺の動画ってね、多分コメント欄ね、見てる人はわかると思うんだけど、男くせえなって思った。あのね、なんかね、俺の動画見てる人ね、女性リスナー少ねえなって思ったんですよ。うん。めちゃめちゃ少ねえなって思った。で、俺ね、ちょっと気になって、グラフ見たんだよ。そのアナリティクスって多分ね、言ってもわかんないと思うんだけど、グラフがあるんだよ。見てる視聴者が男性か女性かとか、あと何歳とか、何歳が何パーセント、何歳が何パーセントみたいなのが見れるんだけど、さあ俺ちょっと見てみるか、女性何パーセントだろうって見たときに、79% が男性。で、女性 21%。8対2ぐらいでは男しかいねえなと思って。で、なんか聞くところによるとね、ラメリーさんとかめちゃめちゃ女性リスナー多くて、うらやましいなと思ったんでね。なんで俺女性リスナー少ねえんだろうって考えた時に、俺、人のこと煽るなと思って。思いっきり敵のこと煽るなと思って、さようならとか、あ、それ戻ってこれるかなとかって言ったりするやん。それで、あ、こういう人かって多分思われて、多分女性リスナー多分つきにくいんだなって思ったことと、あとね、今も、笑ってたと思うんだけどね、俺の笑い方多分下品だと思うんだよね。下品だと思うから、え、なんだこいつって思われるんだろうね、多分。女性からしたら。しかも、ラメリーさんって歌うまいし、本当にね、イケボだし、もうそれもずりーなと思って。でもね、俺もちょっと頑張って今回の動画はね、戦いながら相手を煽らず、しっかりイケボでね、実況できたらなと思います。まあ、やっぱりね、女性はね、この筋肉質でイケメンなキャラがね、好きだと思うんだ。やっぱりね、この筋肉マッチョなガノンと、顔もイケメン。やっぱりガノンですね。ガノンを使えばやっぱりね、女性リスナーは来てくれる。そう信じるよ。そしてイケボで行こう。さあ、かかっておいで。こんなんで合ってんのか、果たして。よし。あとは、下品な笑いをしない。下品な笑いをしない。敵を、バカにしない。ラグイ。うん、ラグイだけは言わして。はい。OK! いいね。笑いたかったが、俺は我慢した。それともね、吐息混じりのイケボの方がいいのか。さあ、かかっておいで。やだな、自分でやってて気持ち悪くなったぞ、今。よいしょ。はい。笑わず、敵を敬う。上手だね。いいタイミングで弱を打つじゃないか。気持ち悪い。いやもう笑っちゃったわ。なんか来たぞ君。はい。ありがとう。タイさんありがとう。さて次のキャラはルイージ。相手ドンキーコングか。押して参る。かかってこい。かかってこい。次こそはリベンジだ。人は煽らず、ちゃんと笑う。あら。オッケー。ジャブ？ルイージはマジで強い。オッケー、タイミングをずらしていくよ。OK。 これは俺の勝ち。いいよ。相手は笑わず、笑わず、下品な笑い方もしない。上品な笑い方を覚えたい。痛い。危ない。見てる。その輪狩りすると思ったんだよね、今のは。
相手上手だね。しっかり見てるよ。クソ暴発した。クソとかいうなんか言葉もあんまり使いたくないな。やめてーやめてーやめてよー今のは女性リスナー絶対減った。 OK。 OK。 ルイージ強いねやっぱり。戻ってこれるかな。強いなルイージマジで。対戦ありがとう。さあやっていこう。この相性どうなんだろうな。ほいかかってこいよ。くそ掴めない。掴んでいく。いいよいいよ。後ろです。今です。全然イケボじゃない気がするんだ僕は。はい、ここだ。くそ当たんないな。はい、やったね。今の上手でしょ。はい、見てる。くそ即死コンボしたかったんだけどできなかったな。これはバーストかな。オッケー、いいね。グッドマイ様にお前ロロ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 。やめて。よし戻ってきたぞ。これはいい感じに勝てるんじゃないか。クソクソとか使っちゃったけど死ん危ねー。戻ってきたいんだが戻れるかな。よし戻ってきた。ジャブでも食らって、そしてそれでいいのかな。即死コンボしちゃうよ。おそれジャスがする。オッケー、つかめないか。ゴールドには痛い。相手のデデデ使い上手だね。ここかな。くそ当たんないか。暗い。うわスノーレが出たわ。まあスネークもね筋肉質なおっさんだから渋いおっさんが好きな女性からすれば刺さるんじゃないかな。OK。 危なっ。これは僕の勝ちじゃないかな。さようなら。対戦ありがとう。さてちょっとねイケボ寄りで頑張ってね実況やったんだけど、結論から言うと、いやまあちょっとね気持ち悪いんでやめます
マジで自分でやってて今気持ち悪かったから、マジでね、俺は俺らしく実況していこうかなと思うんで、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、高評価チャンネル登録コメントの方よろしくお願いします、ということでじゃあね。